はい、こんにちは。風邪ひいてるライムです。ちょっと鼻声ってちょっと声が変わってるかもしれませんが、はい、これで失礼します。今回はですね、溜まってたサブクエストを、紹介している途中なんですけど、この人物のエピソードがあるようなクエストをメインにやっていきたいなと思うんですけど、今回はこのデイブさんですね。あのドッグタグを収集してる人ですかね。いや、今度の行き先と会うなら頼めるか。またドッグタグの情報が届いてね。はい、巨岩に残る思い。どこかな。とりあえず車で移動した方が、夜なんでね。ファストトラベルで行けるとありがたいんだけど、ん？あ、これか。そんなに遠くないね。車で行けるのか。あ、行こうか。はい、それでは出発します。多分夜だからね、途中で市街とか出てくると思うんだけど、マジか。おきたー。これ死骸が出てくるとね、車走り抜けられないんですよ。ただの鉄巨人だから、戦えるか。こないだのウルフラマイターとか出てきちゃうとかなりきついですけど、フロンプトのね、防御力をダウンさせてから。はい、無事だな、フロンプト。上だ。逃げるよ、逃げたいぞ。すごいやつは嫌われるぜ。どこ。いなくね。その剣止めてやるぜ。あ、来た。47レベル、高い。フロンプトの体力が持ちそうね。トランプどこだ。いた。王子様に助けられる。こういうことか。もっかり寝とか。はい、このやつなんかレベル高いですけど、47レベルで高いんですけど、3体ぐらいしか来ないんで、そんなに苦戦することはないですね。はい、それでは旅を続けましょう。さあ、この辺ですかね。この辺に止めていきましょう。気分転換にはなるな。おお、また乗っちゃった。ん？ここだよね。この辺から探せってことか。なんか赤く光ってるのがある。ブルーストーンの結晶。強靭なムチヒゲ。ほ、多分ムチヒゲとは呼ばないね。多分なんて読むんだろう。わかんねえ。これまたあれじゃないですか、僕の動画ではおなじみの夜に探したらダメなやつじゃないですか、これ。お？ドッグタグを手に入れる。じゃあ、暴れるか。いいな。俺も。おらおらおら、レベル低いな。終わり。
まあ全然大したことないですよね。また不穏な曲が流れてきちゃったけど、どこにあるのかな。お、あった、これか、これだな、多分。無事に見つかったな。早く届けてやろうぜ。よし、帰りましょう。お、光だ。はい、到着。ああ、死骸が入ってくる心配がないからな。あ、そっか、そういうことなのね。ちょっとでも光があると死骸って寄ってこれないっていう感じなのね。よかった、見つけてきてくれたか。やっと家へ返してやれるよ。ほんと見た目と違っていいおじさんだよな、デイブさん。ハイエリクサー10個。いや、今日はどこへ向かうんだ。そろそろ、あ、でも夜が更けてきちゃったな。さて次のクエストはですね、これクリアするとね、またデイブさん、ほら多分これであれだよ、ほらデイブさん、どんどん場所移動して新たなクエスト発生させていくんですよね、この人。まだここにいるはずなんですけど。なのでこのまんま、デイブさんのとこに行きます。オートドライブでこれ地図から選ぶっていうね、こう便利な項目があるってね、最近気づきまして。はい、ここで行きましょう。準備はできているか。あ、行こうか。これあれだよね、デイブさんまだそこに突っ立ってるはずだから、瞬間移動するってことだよね。こいつらより早く目的、ほらまだそこに、ここにいるからね、デイブさん。でも不思議なことに、この王子一行が着く頃にはデイブさんが先回りして腕組んで立ってるわけですよね。怖っ、どうやって移動してんのか気になる。はい、そろそろ着きますね。さあどこにいるのかな。いた。はい、どうも。君たちか。もし余裕があったらでいいんだが、またドッグタグの回収を頼めないだろうか。しかしどうやって瞬間移動してんのかな気になるぜ。さあ、どこでしょうかね。レガリアでまた移動すればいいのか。クエストの目的地これか。2分後。まあそんなにまだ遠くはないですけど。はい、行きましょう。準備はできているか。あ、よし行くか。が道路移動するの待ってるんだ。襲ってこないのがすごいですよね。このモンスターのあれなのかな、餌じゃないっていうのにしっかり、人間は特に食べないってことなのかな。あれは草食獣っていうのかな。山の中入ってきたぞ。いやー、すがすがしい朝ですね。もうこの王子一行はもう2日ぐらい眠らせてないですからね。
ずっと働かせてます。よし、歩いていくか。はい、山だぞ。ノクト上見て、ニフル軍だよ。はい、到着。この辺ですかね。現れたか。行くよ、アンダー君。うわ、あそこら辺だな、多分。あれ、あの辺にありそう。いっぱいいるよ、さっきの。ハンドレッグ。よし、戻ってこい。いや、俺だけ行くとかないでしょ。このね、今重力球みたいなの出てますけど、これがね、あのプロンプー君の武器で、この間あの帝国軍の基地に落ちてたやつですね。見てろよ、うまいこと言ったな。お互いにな。はい、終わり。戦い慣れてきた。まあ、あれ、まだいた、まだいた。さて、ニフル軍いなかったね。つうか、あったあった、これだ。よかったね、見つけられた。歪んだドッグタグ。さあ、帰ればいいのかな、これ。帰るか。ノクト、はい、到着。フローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし、太るぞ。そうね。こんなハードな日々を送ってて太ったら相当ですよ。よっぽどですけどね。見つけてくれたんだな。元の持ち主もほっとしていると思う。感謝するよ。ハイエリクサー10個、いっぱいくれるね。いや、君たちか。俺またまた、またまたどっかでクエスト、ほら来た、ここで発生してるよ。ここで発生しているけど、一体いくつあるんだ。一旦リーノのとこに行くよ。クエストの目的地、頼れる王子の神秘眼。はい、行きます。久々ですね、ガーディナー。あのリア充が浜辺でイチャついてるとこですよ。そういえば今日クリスマスですね。メリクリ。はい、到着。ここほんとリゾート地で、ここいいっすよね。こんなとこに住んでみたいわ。住む、うん、この辺でいいよね。ほら、あそこに見えるでしょ、あそこの2人。またあれですよ、一日中あれやってんだから。ガーディナにようこそ。あとガーディナね、ディーノ以外にももう一個クエストが、ほら、発生してるんだよね。あら、いいところに来てくれたわ、ハンターさん。あ、なんかよか。ええ、情報屋じゃなくて料理人としての用事なんだけど、いいかしら。テネブライの食材の入手よ。テネブライ。テネブライ。新しく店に出す料理に必要なの。本当はあなたとルナフレーナ様の結婚式にちなんで用意したんだけど、いろいろあったからレシピを眠らせていたのよね。そうか。国内じゃ難しいかもしれないけれど、探してみてもらえないかしら。思い出のウェディングケーキ、ウルワートベリーを手に入れる。ちなみにテネブラエっていうのは、あのカンナギが治めてる、まあ、小さい国というか、そういうところですね。カンナギの国というところですかね。
助かる。バッチリこれだよ。あ、みんな怪我なかった？ついでみたいに。ひどい、ひどい目にあったけどね。ウルフラマイター。俺のアクセサリーつけてたらさ。いやいやいや、怪我どころじゃねえ。はい、毎回そうだけど、今回も自信作。結構いいと思うよ。じゃ、またここ寄ってよ。まあでもディーノはね、アクセサリーくれる数少ないクエなので結構重宝はしますよね。次またクエスト頼まれるのかな、サファイアの腕や。お腹いっぱい。うん、まあそうでしょうね。うん、そう、探索以来だろうと思ったわ。でも今回さ、ちょっと情報が少ない。これ以上は一般人調べらんなくて。だから行けたらでいいからさ。なんかやばそうだね。補欠の中で光る孤児、ルビーの原石を手に入れる。ご苦労様。ちょっとクエスト難易度どんなもんだ。思い出のウィン、レベル書いてないね。レベル書いてないやつだよこれ。あーでもディノの方はレベル25って書いてあるわ。あ、でもこれ封鎖されてるじゃん。6章の時点ではまだ無理みたいだね。両方封鎖されてるわ。あーこっちもダメだね。テネブラへまだ行けないもんね。封鎖されてる。あ、ディーノのクエと同じような感じだね。両方、ここが通れるようになったら両方行けますかね。はい、なので別のクエか。あれか。だんだん依頼内容が激しくなってきたな。うん、でもなんとなくあいつの雰囲気最初と違うんだよね。いつもよりは真面目だったか。軽いのは変わん。特別メニューだったんだね。あれ、まあ、出しにくいよな。話変わった。だが王子も生きていたしな。ああ、彼女を応援してやろうぜ。話潰れちゃったね。同時にクエスト依頼2つ受けちゃったからか。この辺まで来たし、この辺のクエストって、あの一ラブカップルの間に入れたりするのかな。いけない。ジャンプ、わ、いけた。おらおら、間に入っちゃえ。おおおお、なにー、なに、こいつらスタンド能力持ってんな。なに、なに、これがもう完全にいわゆる NPC ってやつですね。すり抜けられちゃうっていう、セリフも何もないキャラ。完全に空気じゃん。まあ、どっちが空気だかわかんないけど。もう、なんだよ、邪魔できないのかよ。こっちの方はまだすり抜けられないし、セリフあるしで。お、動かせる。でも動かせるぞ、動かせる。これ話せたりすんのかな。何やってんだろ王子。ねえ、一回元に戻ってみない。取られたもん取り返してからだろ。ほう、いいこと言うじゃねえか。そのためにも帝国を静かにさせないとな。そうっすね。またあの帝国の基地で暴れるようなクエストがやりたいで、あれ本当面白かった。さてと、ね、近いところねえな、近いところねえな。このサニアのクエスト行きたいかな。カエル取りが、カエル、これあれか、モブハントか。地図から選ぶで、もう一個あるんですよ。サニアのね、サニアってあのカエル、あーでも道的に先にデイブか。デイブがここでしょ。でカエル先生の依頼がここなんですよ。デイブから行くか。はい、準備はできている。あ、行こうか。着いた頃にはもう夜になってそう。
FF9 のこの飛空艇ヒルダガルデの曲すごくいいですよね。この間たまたまフォロワーさんでも FF 好きな方がいて、 FF9 の話で盛り上がったんですけど、やっぱりそうですね、飛空艇ヒルダガルデとか、あと一人じゃないラストダンジョンのあのジタンが自暴自棄になって一人になるとこなんですけど、そこが仲間に助けに来てくれてみたいな場面で流れる曲、9は本当曲もいいし、うん、僕自身も初めてやったけ FF が9だったので思い入れがすごくあるんで、この車乗ってんのが長いんだよね、目的地に着くまでが。ノクト、あそこの宿に泊まらない？お、なんかあんのか。夜は危険がいっぱいだから今日はそろそろ休もうよ。プロンプーの安定の甘えですね。いや先に進むけどね。大丈夫だろう、このまま進むぞ。はぁ、本当に大丈夫かな。あんま心配するとハゲるぜ。うるさいな、おじさんに言われたくない。おい、誰がおっさんだ。まあこの中で一番老け顔に見えますよね、グラディオ。いくつなんだか知んないけど、まあでも20代後半、あ、後半じゃない、前半だと思うんですけどね。22、3ぐらいだと思うんだけど、多分。日が暮れてきたな、ノクト。そろそろ今夜の宿泊場所を決めてくれ。うん、賛成。むむ、イグニスも言われちった。まあやめないけどね。おおおおお、なんだなんだ、もう目的地近いっていうのに。あ、うまい。油断禁物ってね。まあただのただの鉄巨人か。オッケー。おーおーおお。ほら。見えてる。ほら。おらおら、調子いいじゃないか。そうだ、決まりだ。よし、さあノクト上見て、ニフル軍だよ。逃げるっすよ。え、倒れんのなしだよ。もうあれ、いないじゃん。いた。おわ、マジか。マジか。やばい、やっぱり47レベルの攻撃力はやばい。大丈夫。すまない。よし、無駄だ。
HP が。ノクト、はい、うまいことやるじゃねえか。経験値だいぶもらえるね。しかしね、見えました。これってあそこじゃん、いつぞやのアルテマブレード作るときに一息つこう、ちょくちょく来てたところ。いたやっぱり瞬間移動してた。いや、今度の行き先と会うなら頼めるか。またドッグタグの情報が届いてね。いいだろう。沼地に残る思い、沼地ですってよ。一旦寝ようか。さすがに寝かせてやるか。夜だしね。またドッグタグ収集だし。よーワンちゃん、エンジン吹かすのうちとやめて、うちで休んでいかないかい。オッケーオッケー。休むか。経験値の生産ですね。2日経過。2日も寝ないで。よく頑張ったよ。俺40。おお、3レベルいったぞ、ノクティスが。43。イグニース、自撮りですよ、自撮り。怖いな。いい笑顔だね。自撮り多いな、プロンプ。グラディア、おっさんですね、おっさん。さっきのイチラブカップル映ってねえな。お、これはさっきの鉄巨人やべえよ。さあ行きましょうかね。給油まだあるよね、多分。ですね、クエストの目的地これか。この辺で探しましょう。あ、もう多分あれだな、あそこでしょう。間違いなくあれでしょう。ん、今回は敵いないの。いたやっぱりいた、いるよね。何も見えねえけど。なんか毛深いやつがいる。はい、おしまい。なんかプロンプが言ってるぞ。どうしたどうした、なんウフウフ言ってんだ。どうしたどうした、何があった。無事に見つかったな、早く届けてやろうぜ。どうしたどうした、なんか様子おかしいぞ。治った。さあ帰りましょう。さあこれでどうだ。もうないでしょさすがに。ありがとう。持ち主だったハンターも喜んでいると思うよ。さあどうだ。フェニックスの10個。フェニックスのってなかなかね高いし。あ、まだあんのかよ。でもここでクエスト受けられる。またあったね。この辺を回るのかい。もしドッグタグを見つけたら届けてくれないか。クエストが終わらない、河原に残る思い。やばいな、このゲームちょっとクエストの数が膨大だぞ。あ、でもここ行けば、
あ、でもここか、サニアが。サニアがここだ。一回そっか、サニアのクエも一回ちょっと聞いて、サニアの依頼を聞いてからっていうのもありか。じゃあ先にこのサニアの方に行ってみましょう。出発。ねえ、火山と記念写真撮んない？いい感じになると思うよ。火山と記念写真ってあれか。まあ撮っとこう。経験値もらえるよね、確か。はあ、やばいと思うわ。じゃあ撮るしかない。どうやって山入れようかな。意外なほどノフトがノリノリだったぜ。この辺で撮るのか。ちょうどあれじゃん、一息つこう。あれだね、サニアか、カエル先生の近くだから。とりあえずじゃあシャッターチャンス、写真から撮っていこうか。これか。この辺で撮ろうぜ。いいね、すごいな。ここで撮るよ。そういえばなんか火山の写真撮ってこいって言われてたよね、あのデブに。レスタルムのデブに。なんか火口付近まで行くんだっけ。やばいなそれ。どうやってあの山行くんだろう。じゃあ撮るよ。これでもこれ結構いいショットだね。本当に旅満喫してるよな。いい感じ。ルナ・フレーナ様に早く会うとか追いつくとか言ってたんだけど。室の中砂入ってるな。じゃあ撮るよ。ああん？なんかありそう。やっぱあった、ハイポーション。さてどこかな。うわ、いたよ。なんだここ。いや、君たちも課題に慣れてきたかな。そろそろカエル以外もいける。カエル以外な。カエル以外ようやく。手間がかかるけど他の子の生態も面白いよ。じゃあザクザクっと頼むね。でもまた拾ってくるやつなのか。エイゲル先生、ラパティオ。え、こいつサニアじゃなかったんだっけ。こいつサニアじゃなかったっけ。収集したものはなくさないように。つまり早めに持ち帰ろう。違う人の名前出てきたけど、どういうこと。ここがなんだ。よく来たな。腹に何か詰めてきな。いいぜ、何でも聞いてくれ。まあまず情報収集。お、周辺の危険地帯。あそこが火山の入り口なのかな、多分。おお、豪気だね。レベル高えな。あ、サファイアの腕輪。さっきなんかディーノの依頼でもらえたやつが普通にこれ報酬に入ってるさ。ラパティオ登山道、ワイバーン。どう見てもこれ強そうだよね、ワイバーンって。これやる？これちょっとやりたい。これやろう。ワイバーン絶対これ強いよね。無事に帰ってこいよ。ご飯食べとくか、強そうだし。よう、いらっしゃい。何にする。ちょっといいやつ。ああ、4800ギルはちょっとベヒーモスのうまそうっすね。え、スタミナ無限。ダッシュしてもスタミナが減らなくなる。やばいね。物を耐性アップ。たまにはね、ちょっと1000円くらいする唐揚げ鶏、これ行こうか。はいよ、少し待っててな。今要は唐揚げだよね。
まあクリスマスだしね、鳥食べましょうよ。これブラックペッパーみたいなのかかってて絶対うまいやつじゃん。はい、また来てくれ。今 AP がもう334ぐらいあったんで、ということはずっと狙ってた、これか、ダメージシフト、ダメージシフト欲しい。あーでもまだ覚えらんねえのか、ここが覚えてないから覚えらんないんだ。このダメージシフトってやつがすげえ強そうなんですよね。攻撃を受けた後にタイミングよく四角ボタンを押すことで受けたダメージを無効化する。やばいっすよね。上手い人なら常にダメージ無効で戦えるんじゃないかっていう。こっから覚えてからねとなんないのか。ジャストガード、ジャストガードで NP 回復。あー減っちゃった。あと50ぐらい集めないとダメですね。さあこれか、これに行きたいのだが、どうやって行くんだろうねこれ。行けない感じかこれ。クエストの目的地行けるか。出発します。ん、あれ、ああ、あれか、今ちょっと、ね、この辺りだよね。すっごく強い賞金首がいるのって。行く？え？なになに？何のクエこれ？行く？ああ、気合い入れていくぞ。ああ、どんなやつなんだろう。お前はお前のできることをやれ。俺も全力で行く。いつものチームワークがありゃなんとかなんだろう。うん、そうだね、俺もやるよ。こんな天気でなんで外歩くわけ。いや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 、今の気合どうした。俺もやるよって言った後おかしいだろセリフが。さっきのワイバーのことかな。多分絶対強いと思うんだよな、ワイバーン。レベル38って書いてあったし。いたー、いるぞいるぞ。お、あ、でも空飛んでない、意外と普通に。おっとおっと、今一瞬動画が途切れちゃいましたけど、ワイバーンと戦っているところですよ。おー、やばいやばいやばい。おらおら、見えてる。おらおら、行くぜ、どんどん行くぜ。おおおおお、見えない見えない。おおおお、ちょっと敵の数が多すぎるぜ。あ、プロンプーが、プロンプーがやばい。プロンプー助けに行かないと。いや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 、まだ終わって、こいつら倒さないとダメでしょ。任せろ。おお、
おお、あ、プロンプー君が、プロンプー君が死んじゃったね。ノクト、わかってる。うん、なになになに、なになになに、今敵が空飛んじゃってたからかな。パーティーリンク、え、じゃあ位置が悪いとね、ちゃんと発動してくんないんだよな。まあ変える、わお、わお、わお、気ぃつけろよ。うう、上がったようだな。危なかったな。しんど、しんど、何よりだ、しんどいっすね。え、つうかあれ、今サニアのクエ終わったよね。なんか途中で出てきたよね。サニアのクエもあれだったのか、内容見てなかったけど、ワイバーンの翼を手に入れるっていう内容だったのか。ラッキーだったね、たまたま受けて。よろしく。だから途中でなんかクエストが出てきたわけか。それウリよっ、さてと戻りますね。とりあえずミッション報告してからですかね、寝るのは。よく来たな、腹に何か詰めてきな。助かったよ、ありがとな。やった、サファイアの腕上げットだぜ。腹は減ってないか。ここいらのワルドもだ。一応こいつを受けといて。そいつか、気ぃつけてな。で、あとはサニア先生のところに。はい、よーし、よし、完璧だ、完璧なサンプル、状態もバッチリ、花丸をあげよう。はい。お、経験値やべえ、8000もらえた。大地のペンだと。嬉しいな、会いに来てくれたの。いや、ごめん、そういうわけじゃないんだ。さあ、さっきのサファイアの腕輪とチタンバングルより良さそうだよね。大地のペンダント、石化を防ぐことができる。サファイア、力がそれなりにアップする。出たー、それなり来たー、それなりにアップするか。まあグラディオでしょうね。6、ヘリオドールの腕が6しかアップしねえけど。チョパムアーマー、弾耐性が大幅にアップする。はい、でというところで、今回の動画はここら辺に終わりにしましょうかね。次回はまた新たなサブクエストとかを紹介していきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。